こんにちは。さて、知り合いで YouTube やってる人がいて、まあ顔出しやってる人で、で結構ねアンチコメがつくと、まあそれに対してね動画で反論しちゃうっていうことがね続いてる人がいるんですよ。でコメント欄にはそういう意見は気にしなくていいですよとか優しい言葉がね並んでたりするんですけど、まあそれは別に良くて、そのアンチコメが来た時にどういう心づもりでいればいいかというか、俺はこうしてますっていう話をしますまあだから俺の動画はねそんなにアンチがつくほども見られてないんだけど、昔の動画でちょっと荒れたやつなんかはね、未だに3ヶ月に1度ぐらいアンチコメが来たりするんですけど、おめえいつのにコメントしてんだよっていうとこなんだけど、まあ前も言った通り鼻で笑ってバーカっつって削除をしてるんですが、あのね俺はそういう人たちを猿だと思ってるんで、エテコがキーキーなんか言うとるわと、でうるせえなぐらいで思っといた方がいいと思う。僕はねそうしてます。だからもうなんかわめいてる猿はさ、もうコミュニケーション取れないんで、もう何言ってるかもわからんし、むしろ猿なんかに気を使ってやる必要はない。たかがエテコにね、なんでわしが気使わないかんのじゃと、なんかキーキー泣いてんなうっせえなっつって雨戸を閉めれば済むかなっていうね。でもあんまりにも目に余る、まあ噛みついてきたり農作物を荒らすようだったら、まあ蹴っ飛ばしたり銃で撃ったり罠仕掛けて殺処分したりさ、市役所や警察に通報すればいいんじゃないかなと思ってますよ。まあ SNS だったらさ、ツイッターでもそうだけどブロックできるんで、猿が人里に降りてきたっつってブロックすればいいと思いますよ。ただこれはね本当に実生活でもねそうなんだよね。あとは自分の立ち振る舞いを顧みる。だから筋トレしてプロテインとビタミン取ってたくさん寝ろ、それが一番ですよ。最近はねお褒めのコメントも増えてきて嬉しい限りなんですが、雑談ネタくださいもう良くない話しかしそうにないからね、このままだと。はい、よろしくお願いします。以上です。